皆さんこんにちは、ジャンクションプロデュースの、代表兼、VIP カー評論家の竹富です。今日はね、YouTube ザ・ VIP 魂の、第16弾で、スカラーのね、軍団、岐阜県からね、今日来てもらったんですけど、なんとね3台ともね、これ車種はもうほんまにバラバラなんですけど、共通点は全員スカラー履いてるっていうね、この軍団をね、来てもらったんで、やってみたいと思います。そしたらとりあえずね、まずこの、プレジ G50 のプレジね、はい、からちょっと行ってみたいと思います。これめちゃくちゃ低いですね。そうですね、これでも10年ぐらい仕様変えてなくて、10年前からこの状態。そうです、10年以上前から、はあはあ、シンプルなずっと同じ型で、ただ微妙にエアロを延長したり、うん、前へ延長したり、うん、これインパルよね。全部インパルですね。インパル、これ延長されてんの？インパル、ちょっとここをぜひちょっと見てもらいたいんですけど、ね、伸びてる？これ伸びとるんです。何センチぐらい伸びてる？3センチ伸ばしました。3センチも伸ばしてるの？はい、プレジは、うん、ここが命って聞いたことあって、鼻の長さっていうか。そうそう、へえ。もっとほんまは短いんやね。そうです、へ短いんです。リアも伸ばしてんの？リアは逆に下げてるんです。後ろ下げてるっていうのは、角度を、うん、インパルの角度は上がり傾向にあったんで、うん、ここを中心に下げました。下げたってことは何？ここの面が下向いてるってこと？ここは変わらず、ここだけです。ここのラインから、ラインを下げました。上に上がってるのを下に向けたってこと？はい、へー、マニアックやねこれ横からずっと見てた時に、はい、もう、あ、もうこれしかない。なるほど、重心を低く見せる的な。そうです、そうです。リアビューがすごく劇的に変わるんで。ああ、そう、はい、僕もね昔 G50 のインフィニティ945の後期にフルインパルこれ組んでたんですよ、はい、あ、そうなんですか、はい、だから懐かしいなと思って見てたんですけどこれも今手に入らない。まあ作ってないもんね。もう作ってない、うん、それをね僕見てたけど、こう3センチ伸ばしてるのと上後ろのバンバーをちょっと下げてるっていうのは全然気づかなかったです。ただのインパルのすぐみかなと思いました。違う、はい、印象変えてますね。へ、はい、これ足回り何入ってんの？これは前は、シル足です。シルビアの足入ってます。車高調。あ、そうです。あ、はい、でも鬼のように低いねこれ。これはそうですね、うん、で後ろはワンオフで作りました。足回り、足、そうです。あ、なるほど、はい、でこれスカラーはあれやね、初期型のスカラジャパン。そうなんですよ。の18。そうです。ああね。ちょっとレアだ。これレアよね。はい。これ一番初めに作ったスカラジャパンはこの18インチがリバーサイもんね。そうですね、うん。よくでもキープしてるね。はい。どこにあったのこれ？あ、もうこれは某オークションから。あ、売ってたん。はい。へえ。そうです。もうこれ作ったの今から20年以上前やからね。そうですよね。だから本当に同じ。年というかもう年代的にもう、はいはい、新しいスカラーだとちょっとかなって。なるほど、この世代を合わせて、世代に合わせてます。当時仕様よね、はい、そうですね、はい、本当にエアローも車もホイールも全部年代が揃ってるっていう。そうです。なるほど、そういうところのね、うん、マフラーもそうなんですけども。あ、これマフラーは何？これは確か他社さんの。あ、はい、なんちゅうとこ。ファブレス。これファブレスこんなあったんだと思うんですけど。へえ、ファブレスこんなあったっけな。の確か、あ、コードワゴン用だと思うんです。あ、そうなの、うん、を2個つけてるってこと？あ、そうです。あ、はい、これもよう発見したね。そう、これも本当に、うん、はい、もうとにかく年式年代合わす。なるほどね、っていうところで、はい、全部なその世代にわざと合わせてコーディネートしてるっていう作品ですよね、はい、そうです、はい、これリアウィングはインパルじゃないよね。これインパル。インパル、はい、全部インパルです。そのままの状態。そうです。インパルってリアウィングこんなでかかったっけ？いや、昔のごついですよね、メーカーさんから出す。あ、別にいじってなく延長とかしてない状態でこれ。これです。長いね、はい、俺がでつけてたけど、はい、こんな長かったかな。違うわ、僕リアウィングインパルじゃなくて
あの TM オートパーツ組んでないと。だからは印象ないや。ああ、はいはい。なるほどね。そうですそうです。この車の一番超自慢点はどうなんですか。え、もう本当に当時ですね。うん、当時の長まだ強いて言うならばでも長さなんですけど、長さが本当にあるんですけど、でも当時の本当に昔の今の40、50歳ぐらいの人たちがおーってなるような、うん、おーってなるね。街中で走ってると、うん、やっぱりおーっておーってなるわ。これはその手の方たちとかが、うん、こう世代の人に響きますよね。響きますね、はい、本当懐かしいって言って、ロングでさらにロング伸ばしてるんで、はい、そうです、さらに長いと。純正が 5m22 だったはずなんですけど、うん、もう今 5m なんだかんだで 5m30 から30こう真ん中ぐらいはいってる、はい、で車高のこの低さで真横から見たらもうやたら平べったいもんね。そうですね。あ、それもかっこいいよね。そうですね。あ、なるほど。スカラもちょっと年代にねあって、そうです、めちゃくちゃかっこよくて、うん、渋いですね。はい、うん、はい、次はね、はい、アウディ、はい、タナちゃんアウディで、はい、はい、これアウディの何だっけ。 A8 のロングですね。 A8 ロング、はい。 A8 ショートもあんの。まあ、普通の短いというかスタンダードモデル、リアドア短いバージョン、リアドア短いです、ね、があるの、はい。へえ、 A8、 はい、 A8 って言ったらほんならクラスで言うたら一番長い、長い、はい、まあ、LS とかのクラス、 LS、 S クラス7シリーズとか同じクラスです、ね、なるほど、はい、がアウディは8やねんね、はい、人気ないんですよ。え、人気ないの。誰も乗ってないんですよ。え、めっちゃかっこいいのに、人気ないの。いや、ベンツBM はむちゃくちゃいるじゃないですか。むちゃくちゃいるな、うん、ベンツはもうその辺におるじゃないですか、うんうんうん、これ見ないんですよ。あ、はい、それは人気ないから見えへんのかね。まあ、みんなあえてアウディを選ぶ人がいないんじゃないですかね。ベンツ、BMW、アウディってもうドイツグループやねんけどな、人気ないんかね。最近なんかアウディ来てるような気すんねんけどね。いや、だから当時、うん、買ったんですよ、珍しい、うん、誰もいないもんで。え、何年前買ったん。いや、もう10年経つです、これで。10年目、10年目です、長いこと乗らさせてもらったんですけど。え、ほな、これって肩で言うたら何個前なの。2個前ですね、2個前の前期になりますね。2個前の前期、はい。で、今現行の8は、はい、どんなやったっけ。現行の8はなんかもう少し電気自動車だっけ。いや、あのハイブリッドですね。グリルが横長くなってただ、うん、なんかちょっと幅広く見えるようなデザインですね。あんまりアウディとか詳しくないから、この新しさ古さが分かれへんから、はい、なんかいいように思うけどね。まあ、アウディは比較的、うん、なんていうんですか、そのやっぱ A8 フラッグシップやもんで、うん、当時の最新の技術を詰め込んでるもんで、はいはい、正直10年経って、当時3年落ちで買ったんですけど、うん、もう13年経って、うん、そんでもまだ全然現行風な、そうやね、うん、見た目に、うん、要はもうヘッドライトとかも当時、うん、LED 最新で付けてる、最新やってね、最新でつけてるので、うん、だいぶ型落ち感が、うん、まあもうそろそろ型落ち感出てきたんですけど、うん、まだやっぱり他の現行車とため張れるような装備はついてますね。、はい、まあ、見た目も確かにこう古さは感じひんよね、全然。そうですね、新しいっぽいし、なんかこうおしゃれよね。まあそうですね、やっぱその辺がやっぱ、うん、いかつさとか持ってるその BM ベンツと比べてはおしゃれさというか、うん、そうだね、紳士的な、確かにね、BMW ベンツ比較するとそうですね、ちょっと柔らかい印象がある、ね、柔らかいですね。ただそれをあえて、まあ、VIP 化仕様にするっていう、そうやな、まあ、VIP 魂やからね。VIP に関して言うたら、アウディが材料というか素材になってる VIP って、はいはい、ほぼほぼないよね。ないですね。ないです。俺これ以外見たことないんちゃうかと思うねんけど。そうなんですよ。なんでまだこのアウディを VIP に、はい、多分その世界中でもアウディの VIP やってる人いてないでしょ。そうですね、まあ、結局そのまあユーロっていうカテゴリーがあって、うん、やっぱ昔から人と違うことをしたいんですよ ね、 なるほどね。前の車もプラウディアだったじゃないですか。ああ、そうやね。プラウディアにスカラ履かしてて、それもなんか日本で初みたいな感じでやってたんですけど、うん、まあ、やっぱライバルいないとある意味楽ですね、うん、気軽です、ね、はい、独走体制でね。そう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 ですね、何もかも最新、何もかも日本初、何もかも世界初なんで、うん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 、なんか面白いじゃないですか。確かにね、はい、まあ、でも確かにこのスカラジャパンっていうぐらいから、まあ、日本、ジャンクションブルースもまあ JP で日本やねんけど、ね、はい、日本とドイツのこう、はい、和洋折衷というかね、この
素材はドイツ産やねんけど、ね、味付けがまあなんか醤油味じゃないけど日本の味付けみたいな感じのこうビップでね、はい、確かにまあその見ることがないっていう時点で、もう有利よね。そうですね、うん、よくある車種じゃないので、はい、すごい10年乗ってもなんか同じような仕様は出てこんかったですね。あ、はい、出てけへんやろか。出てこへんすかね。あのまず、はい、いじり方が分からへんもんね。まあそうですね、うん、あのユーロでもやっぱりそういうフラッグシップモデルだとまたちょっと違ってってくるんですよ扱いが。ユーロのフラッグシップモデルの場合、はい、なかなかその素材としてショーファーカーなんで、うんうん、なんていうんですか、そのみんなやっぱちっちゃい、はいはい、あの BM の6シリーズまでとか、うん、ベンツでも C クラスまでとかがやっぱりユーロって人気なんですけど、うんうん、まあ、こういう大きい車はユーロでもなかなか取り上げてもらえないんで。なるほど、確かにね、だからもうじゃやったらもうビップがええかなっていうことで、うん、確かに、まあ言えばプレジデントのロングと同じような、そうですね、立場で長さも似てるような長さなんで、はいはい、でもみんなこれ言うたらリアドは長いシリーズ、ね、そうなんですよ。うち他にも LS のロングおるんですけど、ああショーファーが多いっていう、うん、もううちのチームは多分長い、うん、なんかショート買ったら多分すごい、うん、あのボッコボコにされるまあね、あの横幅広くて長くて低いっていうのはもうビップの基本やからね。基本ですね、はい、そこはだからこうベースがこれになったとしても抑えてるっていうところがやっぱいいよね、イベントで並べるとうちらだけ出てるんですよ頭が。長いってこと。長いっす。長いって武器やからね。そうですね、ビップの中では。はい、ただまあアウディはこう前例がないだけに部品とかもあんまないでしょ、うん、まあ、その辺も本当調べて調べてですね。調べたら出てくる。いや調べて何か流用できるものだとか、うん、これをああしてやったらもう少し車高が下がるんじゃないかとかっていうのを結局これでいろいろ実験して、もう実験と研究の繰り返しっていう、 すごい作品やね。ほんなら、これで一応エラー出てないんですよ、ヤサス。あ、そう、はい、普通に走れると。普通に走れます。これノーマルのヤサス。ノーマルなんですよ。で純正なんですよ、私で普通にノーマルの車高まで上がるの。上がります。もう全然使い勝手いいんじゃん。そうですね、イベントの時はこうやって全部エア抜いて、うん、エンジンかけると、うん、走行車高にちょびっと上がります。これで一応全下げ。全下げです、エア抜きです。でも自分で言うのもあれやけど、はい、スカラ似合ってるよねそうですね、はい、一番最初にこの写真見て、うん、ね、なんかシーマのあのオフセットのなんか目安にしていただいたみたいで。そうやね、21インチね。そうです、なかなか出ないサイズなんで。そう、21インチのこれ段輪も今のこれニュースカラージャパンやが新しい方で、はい、段はこれだけやもんね。ええ、そうですね。あ、これニュー変換スペーサー。そうなんですよ。ワイドトレッド変換やねこれ。そうですね、基本は他の国産にも使い回せるように、うん、114.3で、ね、アウディのピッチってなんぼ112ですね。あ、ほな普通にドイツ車と一緒やねんね。ベンツと一緒ですね。あ、はい、なるほど。でもちゃんと綺麗にはまって似合ってますよね、ええ、そうですね、ありがとうございます、うん、本当にこれそうですね、買う時もね、うん、相談させてもらって、うんええ、ようでもここまでオフセット値ひねり出したよね。そうですね、まあ、スペーサーの、うん、なんか外車ってボルトじゃないですか、うん、でそれの兼ね合いもあるんで、うん、結構試行錯誤で家になんか犠牲になったボルトとバイトレがいっぱい転がってますね。なるほど。これはでもボルトってテーパーあったっけ。テーパーあります。合うんやったっけ。あ、合うようなものを探してきてくれ。探して。あ、なるほど、はい、僕らもこう、ね、アウディとかにこう組むっていうような想定がまずないからそうですね、はい、逆にこう、はい、でもこれ1台だけと思うんだけどね。そうですね、地球まるっと1個見ても、多分アウディに履かしてるスカラ21ってこれだけだと思うよね。まあまたひょっとしたら出てくるかもしれないですけどね。いやでも、これ見てるからね、はい、あ、韓国で1台なんかアウディ。それ昔のタイプじゃないですか、写真たまに載ってるやつ、ね、そう載ってるやつあったよね。あれ多分前のこの前の方の A8 ですね。あれこれの1個前、はい、あれもでもね長いよな。長いですね、あれもロングですね。1個新しいからね、はい、あ、なるほど。多分この次の A8 が出てくるかもしれないですからね、次の形で。なるほど、これの1個新しいからな、ひょっとしたら出てくるかもしれないですね。あ、出てけへんのじゃあ、出てこんかもしれないですね、うん、珍しいからそうですね、みんなそこまでこう料理方法がわからないから、うん、ね、ビビって買わないっていうのが多いよね。ダブル223とかは結構ね、222とかはブワーってできとんのに、これの次の方は全然出てこんすからね。そうよ、だって、はい、いじり方がわからんというか、うん、買ってどうやったらいいか見本がないから。そうですね、あの
棚橋君みたいにこうアイデアの出る技術のついてくる人間はええけど、普通の人は多分できへんやろね。いや、なんかどうしたらいいやろからまず始まりますね。なるほど、はい、そういう意味ではこれすごい作品ですね。ありがとうございます、はい、はい、では、最後に、はいはい、このちょっと怪しいやつを言ってみたいと思いますけど、はい、そもそもこれはなんていう車でしょうか。三菱のディグニティですね。ディグニティ、はい、ディグニティってあんまりなかなか聞かないですね。そうですね、聞かないですね。プラウディアじゃないの。プラウディアの長くなったリムジンの、ね、あ、確かに長くなってるけど、はい、ほんまこの頃まで世の中走ってなくない。まあ生産台数が59台しかないんで、やっぱり見ることがまずないですね。見れた方が 59です。え、59台しか現存しないってこと。生産自体は59台で、多分今現在でも多分30台おるかいないかっていう感じですね。あ、そう、はい、へえ、すごいあれやね、貴重やね。そうですね。30台おるかおらんか中の1台と、はい、1台です。へえ、これも知らんけど三菱やけど、はい、僕韓国行った時にこれよく向こうのお客さんで乗ってる人おってんけど、はい、あ、もう向こうでいう、ヒュンダイのエクスですね。なんねこれエクスやね。そうですね。エクスのこんなストレッチの長いやつ あんの。あ、リムジンもあります。あ、そう、はい、エクスリムジンみたいな。そうですね。へえ、でもあれ左よね。あっちは左ハンドルですね。あ、これはでもどうですか乗ってて。まあそうですね、まあとりあえずでかいんで、うん、いろんなところ行くにしてもまあ不便ではありますよ。ああ、確かにね。これ他の2台と比べて長さはどうなんですか。5335なんで、多分今この並んでる中だと一番長い方だと思います。5300あるの。はい。あ、まあ、ここでまあ15センチ20センチぐらいの伸びてんかな。20センチぐらいありますね。ああ、確かにね。これ中どうなってんのこれ。中は一応まだ倒してないんですけど。ああ、お前ね、セパレートになってるわけじゃないね。あ、真ん中で一応分かれてて。あの真ん中でね、はい、こう前後に分かれてるわけじゃない、ね。あ、前後で分かれてないですね。ああ、でも広いねやっぱりね。結構広いですね。ちょっとミニバン的な広さ感じる。 あります、うん、へえ。三菱車っていうこと自体が珍しいよね。そうですね、うん、三菱の VIP って、まあ、ほんまにこれかそのプラウディアか、はい、デボネア。あ、デボネアとか。そうですね、デボネアの光景よねこれ。そうです。あ、ね、でも珍しい。でも珍しいロングが好きよねみんなね、はい、うん、やっぱ貴重な車が一番いいんで。なるほど。これスカラー履いて持てませんやんか。はい、これもスカラー履いてんけど、これはサイズ何履いてんすか。これ19インチですね。19、はい、何 J ですか。これが 9.510J です。 9.510、 はい。あ、このマッチングしてたん。いや、もうとりあえず計算して、でまだ試着して。いや、もう試着もしないです。計算だけで。はい、これノギス持って、もうそうです、ね、フェンダーとハブの位置を、はい、でまだアームを加工してない状態でまあこんだけぐらいキャンバーつくんじゃないかなっていうことを考えながら適当にもう計算しててこんな感じになったんで、うん、あ、そう。でもノースペーサーで今こんな感じです。あ、ほら直付けなんや、はい、へえ、よう計算したね。なかなかこのオフセット計算の職人ぐらいの息入ってますよね。そうですね、難しかったですね。ねえ、じゃあこれでもスラっていうかリムも中に入ってモデルもんね。そうですね、入ってますね、うん、これも中に入れて、はい、要は被らせたいっていうことやね。はい。これもいかついな。まあ、やっぱりいない車なんで。っていうかいかつい通り越してちょっと得体が知れないね。なんちゅうかな、乗っててもなんちゅうかこう警戒されるでしょ。そうですね。まあ本当に見たことない車なんで、だいたい 2,3 度見ぐらいは絶対されるんですよ。いや、されるでしょうね。これは今こうやって動画撮って見てるから、はい、あれやけど。普通に走っとったらみんな焦るよね。まあ、そうですね。見たら、こんなでもマフラーとかあんの？ディグニティ用って。もうマフラーもないんで。絶対ないよね。ないです、うん。どうしてんのこれ？もうマフラーも結構もう買った時点で結構もう錆びでボロボロで、もうセンターから錆びて穴開いてたって言ってノーマルマフラーが。はい。でもね、うん、もうとりあえず前から作り直しで、うん、でリアの形状ももうないもんで。うん、とりあえず日産のセレナのオーテックのオプションのマフラーを両サイド入れたって感じです。ここだけちょっと日産の違い入ってるわけね。そうです。ああ、なるほど。だからこれいじろうと思っても何もないやろうな。でもエアロもついてるけど、これ
エアロももう自作ですね。ね、自作よね、はい、これ。はあ、すごい作品やな、これは。これもあれでしょ、こちらのアウディと同じく、はい、ライバルがいないんじゃないですか。いないですね。確かに乗ってみる方は何名かいるんですけど。あ、いてんの。はい、ノーマル。ノーマルですね。で、まあ、僕も調べた中で車庫帳を作ってるって人も何人かはいるみたいなんですけど、うん、ただここまで下げるってなるとやっぱりもうアームの加工だったりとか、はいはいはい、いろんなことしなくちゃいけないんで、そこまでってなってくるとやっぱいないんじゃないかなっていう、うん、なるほど。そこまで下がらないよね。この領域まで来ないよね。いかないです。後ろが全然被らないんで。すごい。これ今もだけなんでこれ500、はい、500、はい、500ってなんで500なんですか。やっぱりなんかうちのチームがもう昔からずっと500番って形 で僕ももう全然もう年齢がチームの中だと一番若い年齢 で、うん、若くて、はい、で僕も中学の時に先輩に連れて行かれたパーキング で、うん、でもう本当にもうこれ以上に台数十何台といたここのチームを僕が中学の時に見て、うん、あ、いつかこんなとこに入りたいなっていうのが、まあ、夢だったんですけ ど、 なるほど。でたまたま本当にツイッター、まあ、X ですね、うん、で知り合ったのが、まあ、この A8 ロングの方と知り合って、でそこからまあ6年ぐらいですかね、はい、もう毎日のように入れてください、入れてくださいっていうのをずっと続けて、やっと6年目に入れていただいて、僕も500番つけさせていただいて、こういう形でやらせてもらいます。その当時パーキングにたくさんいた時も、はい、全部500番、500番です、で全員黒です。全員黒の500番ばっかり、はい、へー、すごいな。本当に中学校2年生の僕は本当に怖かったですよ。いや、それ怖いやろ、はい、今その逆に怖さを演出してる側なんですね。そうですね、はい、一番これ怖いんじゃないですか。まあもう得体も知れないし、なんか何の車かもわからないしみたいな。そうだね、これすごいわ。今日はね、この一応スカラ軍団ね、3台同時にね行ってみたんですけど、まあ、みんなね各々こう個性的な仕様で、ベースも個性的やったらいじりも個性的っていう、ただまあその統一してるのが500番と、スカラっていう、このねある意味こう統一感のねルールにのっとったやり方っていうので、こうよりねこうチーム感がね増しててね、なかなか好印象というか、よかった、かっこよかったと思いますね。1台1台でもかっこいいですけど、こう3台並んだらさらにかっこいいパターンのいい見本のような感じでしたね。